ボスラジオ。はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第81回です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。またお邪魔してます。はい、今回も引き続きですね、小島くん来てもらって話を聞いていきたいと思います。はい、ということで、前回、まあ相変わらずの3本撮りの3本目なので、前回というのはつい数分前なんですけど、話を聞いていく中で、その大学院でやったこと、でそれがまあ今の仕事だったりとか、まあ、前職にどういうふうにつながっていくかみたいな話を聞いてたんですけど、毎回、ね、恒例の3本撮りの3本目は、まあ、今後の展望というか、79回、この小島くんゲストの回の初回で、まあ、いろんな今の仕事のこととか、まあ、思いのこととかいろいろ話してもらいましたが、まあ今後のちょっと展望とかについて聞いていこうと思うんですけれども、いろいろこうね、まあ、手広くというか、ね、さまざまやってると思うんですが、今後の展望ちょっと教えてください。はい、そうですね。実は大学の非常勤も、はい、やっていて、うん、まあ、そこでは実技の授業を教えてたりとか、うん、あとは、うん、まあ、学会の委員も務めてて、うんうん、まあ、その、いわゆる企画委員っていうところで、まあ、まだその、実動はあんまりないんだけども、うん、まあ、なんか、研究会開催したりとか、うんうん、あとは学会の運営とかしたりとかっていうようなところも、まあ、一部やってます。はい。うん、本業以外に。はい。それで言うとあれだね。一回一部でスポーツ界の外に出てみようって言って民間に移ったとはいえ、うん、片足はまだじゃあスポーツ界の方に残ってる感じなんだ。そう。それがね、ある意味自分の中ではいいバランスを取れてるんじゃないかなって正直思ってるところがあって、うんうん、もう仕事はもう今完全にスポーツから離れていて、うんうん、まあもちろんその、早くスポーツの方にこう携わっていきたいなと思ってはいるんだけども、うんうん、一方で片足突っ込んでいることによって、うんうん、まあ、スポーツと完全離れているわけではない。から、うんうんうん、まあ、いい具合に情報は仕入れられるっていうところと、うん、あと、仕事柄、なんだろう、こう、プレゼンテーションとか、ファシリテーションとかっていう能力ってすごい求められる仕事なんだけれども、うんうん、まあ、それがある意味その大学の非常勤ということで、まあ、学生相手にアウトプットする機会とか、あとそれをファシリテーションしてとか、どういうふうにこう、15回の授業を、しっかりと、まあ、ストーリー立てて、こう、最終的に持っていくかみたいな、うん、ある意味その仕事と、うん、フィールドは違うんだけども、それがこう、相互にこう、うんうんうん、重なっていって、自分の、うん、まあ、スキルとかをどんどん上げていける可能性があるというところで、まあ、すごくこう、3つあるんだけども、うん、まあ、全部をこう、つなげながらやってて、まあ、実はその、非常勤とか、その、バドミントン学会って言っちゃったけど、バドミントン学会のところで、うんうん、取り組むこととかも、実はその人事評価のところに入れてもらってたりとかして、うんうん、まあ、いい感じに相乗効果でやってますってところですね。お、結構じゃあ、本当に1日のスケジュール、結構1週間のスケジュールっていうと、もう活動パンパンで埋まっちゃってるんじゃないの？それと。でもね、大学の非常勤は、半期だけだから、うん、前半なんだよね。4月から10月だけだから、うん、後半は、そういう意味では、比較的、本業だけっていうところ。うん。うん、いや、あれですね。ある種、過去、このラジオに出ていただいたけど、兼業、副業スタイルで、自分のやりたい領域にもしっかり、コミットしながら、メインのところでは、収入を得て、スキルをアップするっていうようなところでやってる感じなんだ。そうだね。うん。そういうふうに、したいなと思いながらやってます。うん、実際はそれだけいろいろ取り組みをしていく中で、じゃあ、うん、まあ、スポーツ界に戻りたいっていうフレーズは何度も出てきてるけど、今後の展望というか、見通しとしては、例えばこんな領域にチャレンジしたいとか、あるいはこんな風になっていきたいみたいなのはあったりしますか？やっぱり、ね、最初の回でちょっと話させてもらったように、今はその一回スポーツから、本業の方ではスポーツから離れてはいるんだけども、もともとそこに出たきっかけっていうのが、やっぱりスポーツ外から支えていきたいっていうところがあって出ているので、うん、まあ、ゆくゆくしっかりとその、なんだろうね、スポーツ政策とか、スポーツ団体の支援っていうのを、まあ、しっかり外からやっていきたいなと思うし、まあ、逆になんだ、タイミングが合えば、自分が、なんだろう、中にしっかり入り込んでやれるってことももしかしたら出てくるかもしれないし、うん、まあそういう意味では、
別に、なんだろう、関わり方っていうのを自分の中で決めてるわけではないんだけれども、うんうん、まあ、今自分に必要なことって何なのかなって思ったときに、うん、まあ、自分はな、ある意味そのスポーツの独立行政法人の中でずっとやってきたところがあるので、まあ、ある意味そういう中の視点を持っていると、うんうん、勝手ながら自負はしていて、うんうんうん、まあ、もちろん全部が見えてるわけじゃないけどね、自分がやってきたものとしてはある程度はあるだろうと思ってるので、うんうん、今自分がやるべきことは、しっかり他の分野で、じゃあどういうことが言われてるの、何をスポーツにこう持って帰れるのっていうのをしっかり見定めるっていうところが大事かなと思ってるので、まあ、ある意味そのスポーツってね、スポーツの人たちってこうだよね、みたいな、こうなんか、なんかステレオタイプの中でよく言われることがあると思うんだけども、うん、そういう人たちが、やっぱ違うねって、こう言ってもらえるレベルの、まあ、スキルだったりとか、思考力とか、まあ、そういうところをまず身につけた上で、戻っていくっていうのは必要なことかなと思ってるので、まあ、とにかく今自己検査が必要かなと思ってるところですね。うん、おー。まあ、今年我々31ですけど、31にしてまだまだ自分自身足りないところがあって成長していく段階だというような。そうだね。やっぱ仕事してて、すごいなって思いますね、正直なところ。まだまだ自分は足りないなと思うし、まあ、もちろんね、自分の方が強みとしてあるなって思うところもあるんだけれども、まあ、そうじゃなくて、やっぱりね、なんか考え方とかもなんかすごいなと思うし、なんかアウトプットのスピードとかもなんかすごいし、なんかすげえなって思うことがすごい常日頃かなって思うし、まあ民間に入ったのが一番下の役職で入っていて、でもそれなんか面接の時にどの役職で入りたいですかみたいな感じで言われた時に、やっぱりこう、もちろん上には行きたいんだけども、上に行くにも、下の人たちがどういうことやってるかって知らないと、多分、使えないと思うんだよね、と思って上に行った時に。うんうん、と思ったから、まあ、やっぱり下からしっかりと積み上げさせてほしいっていうのを言って、下の役職で入ってるっていうのもあるので、まあそういう意味でなんか、本当鍛えられてるって感じですね、今。うん、すごいね、その30って言うとさ、社会人的に言ったら、学卒で言ったら8年目、9年目、8年目 ?8 年目、うん、とか言って書いてあるけど、それでも一番下から学ぼうっていうふうに、やっぱり思ったわけだ。その 今後の見通しも含めたら、一番下からやっていきたっていう判断になったんだ。うん、そうだね。やっぱ、スポーツでやっては来てたし、社会人としてもね、23歳からね、修士の2年目から社会人やってるから、だからまあ7年ぐらいはやっていたんだけど、うんうん、まあ、やっぱ自分に必要なことってなんだろうと思った時に、まあゼロベースから構築し直すのが必要かなと思ったのはあります。うんうん、まあ、もちろんね、経験してきたことが活かされるところも多々あるから、うんうん、そういう意味で新卒とは違うっていうのはもちろんあるんだけど、うん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 、そういうとこあるかなっていう。学ぼうという気持ちっていうところも含めてそこからのスタートだっていう。そうだね。うん。まあなかなかね、学ぼうって思ってはいるものの、うん、なかなか自分のアクションにはつながらない部分もあるから、そこの難しさは感じるけどね、うん、目の前の仕事に忙殺されるっていう、うん、ところもあるから。うん。うんうん、そうだね。じゃあ、今時点この決断っていうのは結構大きな決断だと思うんだけど、何かスポーツのど真ん中から民間に来るっていう決断については、うん、まあ今7月だからまだ1年経ってないけど、うん、判断としては間違ってなかったかなとか、いい、良かったかなっていうふうに思ってる。すごい良かったかなと思ってるね。やっぱり変わって、うん、あ、意外とスポーツで言われてる課題感って他のところで言われてるんだなって思うこともあるし、うんうん、スポーツが進んでるなって思うところもあるところもあるから、うんうん、まあ、そういう意味でなんか、やっぱ出てよかったなってすごい思う。ちょっと今気になってるところで言える範囲なんだけど、スポーツの方が進んでるなって感じたのはどこなのかな、うん、やっぱり、ね、公的な支援って、うん、もちろん金額予算とかそんなに多くはないんだけど、スポーツって。うん、結構進んでるなって思うんだよね。っていうのも、やっぱりスポーツに関わってる団体っていうのは比較的公的な機関が多いから、まあ、支援のしやすさっていうのもあるんだろうけど、うんうん、まあ、そこの、例えばじゃあ、選定をどう、支援する対象をどうしますかとか、どういう支援をしますかみたいな、結構手広く、
やってるし、うんうんうん、その選定方法とかも結構洗練されてるなって正直他のところに携わってみて思うところがあって、うんうん、そういう意味でスポーツって比較的そういう分野では進んでるなと思うんだけども、一方で、うん、やっぱり公的な機関が多いがゆえに、予算を使うっていうところの意識の方が強いから、うん、なんだろうね。ビジネス的ではないっていうところはあるかなと思うんだけど、うん、まあ、自分自身がまだそういうビジネスのところはそんな経験があるわけじゃないから、うん、まあ、そこの、なんだろう、違いっていうのは今、なんか、こうね、学び中っていう感じかな。確かにね、公的資金として使って良くなりましたっていうことが成果として語られる世界と、そうそうそう、ビジネスはやっぱりそれを利益にして戻していかない、持続可能な形にするっていうところが大事で、まあそうしないと会社潰れちゃうか。まあ、そこは確かに違うかもしれないね。って思いますね。やっぱじゃあ決断としては、いい決断をして、新しいインプットがたくさんあって、その中で目指していく姿っていうのをしっかりやる。その中で、じゃあ一個気になるのは、バドミントンっていうのも、そのスポーツっていう全体のくくりで語ってるけど、やっぱバドミントンっていうものに対しては何か特別な思いっていうのはやっぱりある。まあ、それは、ある意味その、ボランティアみたいなところもあって、まあ自分自身がね、バドミントン、ずっとやってきて、で、今ね、バドミントン学会に携わってるけど、まあ、まあ、必要とされ、してもらえるから携わってるっていうのももちろんあって、まあ、そこに対して自分はしっかりその、なんだろうね、自分自身がこう、役割を果たせるのであれば、やりますっていうふうにやってるんだけども、まあ、すごい特別な意識があるかっていうと、あんまりないかな、っていうのが正直なところがあって、うん、まあ、自分自身がそこから得られるものがあるから正直やってるっていうのはなんかいやらしい話になっちゃうけど、うん、はあるかなっていうのはどこかな。まあ、じゃあやっぱ全体、スポーツ界全体としてどうだっていうことが個人のチャレンジのど真ん中であって、うん、まあ、その中でバドミントンっていうのは、まあ、ボランティアって言ってきたけど、やっぱ自分の好きなものの一つぐらいの位置づけなんです。うん。まあ、本当そんな感じかな。うん、そうですか。じゃあいろんなスポーツ。全然やることはないね。だからバドミントンはもう2年ぐらいやってないから。そうなんだ。うん。ラケット自体もう今、クローゼットの奥に眠ってるよね。ああ、じゃあなかなか、実際に体を動かすっていうことも含めてなかなかない。ないね。ああ、まあ、ゴルフ最近、ね、始めたんだけど。うん、それは。まあ、そのぐらいかな。ビジネスマンですね。ゴルフは。ええ、ゴルフはね、ビジネスとしてやるんじゃなくて、もう家族でやる、やりたいからっていう。ああ。だけ、なるほどね。それじゃあ、ある種自分の中での楽しむためのスポーツっていう部分と、その仕事として関わるスポーツっていうのは、ある種切り離してるっていうことがいいのかな、うん。切り離してはいるんだけど、うん、でもそれが意外とすごい気づきがいっぱいあって、うん、もともとゴルフ最近始め、ゴルフ自体はやってたんだけど、前から、うん、ちゃんと、うん、レッスン受けてやってるの最近で、うんうん、もともとなんかテニスも始めてみたいなと思ったんだけど、うん、そのなんかテニスクラブに入ろうと思った時に、うん、全然入れなかったのね。うん、もう満杯で、うん、会員のキャパ超えちゃってるから無理ですみたいな。うん、キャンセル待ちもできませんみたいな。うん、で、そう思った時に、国の政策ってさ、するウィル支えるんじゃない、する人口増やしましょうみたいな、うん、すごい訴えてると思うんだけど、うん、いや、する場所ねえじゃん。そうだね、確かに。それって、自分がやってみたいと思わないとなかなか気づくことがなくて、うんうん、だってバドミントンをやってれば別にする場所はあるから、うん、別に関係ないんだよね、はっきり言って。うん、でも自分が新しいことにチャレンジしたいと思った時に、する場所がないっていうことを初めて気づいて、うんうん、でそれって意外と大きいことだなと思って。うん、やっぱ、する見る支えるって、そういうね、なんか行政的なところの文章とか見て書いてあるけども、うん、なかなかそれってね、現場レベルまで落ちてるかっていうとなかなかそういうのってないみたいな。うん、ところが、実はその、プライベートな生活と、まあ、仕事のところ考えるときのところが、こう、繋がってくるっていうのは、すごい感じてる。ああ、そういうことね。だから、ある種、その、ど真ん中の、その、団体として、こういうビジョン掲げてますなんていうことは、普通に通ってる我々からしたら、ああ、そっか、いっぱいか、今人気だもんな、で終わるんだけど、これはその中の世界も見ているから、それが気づきになるっていうこと、うん。そうそうそう。あ、すごい面白い感じ、そういうのが。うん。ああ、やっぱそういう、日常の、やっぱその、受益者としての、目で見たときに、やっぱり気づきっていうのは、いっぱい落ちてるっていう。そう。うん、だから、
広くスポーツっていうところで何かこうね、自分の蓄えになるようなことが得られれば、その大学の非常勤もそうだし、まあ、学会の委員もそうだし、それぞれ、なんだろ、扱ってるツールは違うんだけども、まあ、そのね、その中でこういろんなものを蓄積していくことで、大きくこう自分の中でのそのスポーツっていうフィールドでできることがどんどん増えていくだろうなっていうふうに思ってる。おー、そうですか。面白いですね。なんか、あれだね、軸足をいろんなところに置いてて、いろんな立場でいろんな形でスポーツっていうものに関わっている個人だからこそ、感じるものってたくさんあるのかなっていうのを今すごい聞いてて思ったよね。うんうん、民間と行政を知ってる。うん、提供する側と提供される側の立場もある。そうだね。仕事としてやるスポーツと楽しむスポーツっていうのをどっちも持ってるみたいな、うん、すごくいろんな立場で立ってるからこそ、それがクロスでいろいろ気づくっていうことにつながってるんだなって聞きながらすごい思ったよね。そう思うとさ、あれだよね、うん。普段の本業の方でもそういういろんな視点を持てればいいのになってすごい思うけどね。それはでも今まで積み上げてきた。そう、今までは積み上げてるか経験が。ものから。そうそうそう。そう、そうだね。うん。でもどうなんですか、川瀬さん。ある意味、ここまでそのいろんな立場でスポーツっていうのを見てる人っていうのはどうなんですか、うん、スポーツ界的には珍しい方になるの、それともそういう、やっぱりそういうふうになっていくべきだっていう。まあ、どこまで正確に俺が捉えてるか分からんけど、まあ、行政だったりとか、まあ、その学校っていうところから離れて、まあ、民間っていった立場を経験されてっていうところは、多分そんなに多くないと思う。というか、少ないし、なんなら今後増やしていかなきゃいけないなっていうふうに個人的には強く考えてて、まあその、うん、このラジオの後個人的に話したことがあるんだけど、やっぱそこのね、必要性は最近強く感じているところであって、増やしていかなきゃいけないと。で、その、まあ、する、まあ自分が競技者としてやってきたことと、まあその一市民として、スポーツに携わるってことは、まあそれはまあ生きてれば絶対その起こりうるので、ただやっぱそれをこう、ある程度大きな声で、いろんな人に届かせるっていう、それが、まあ、まあこういった SNS 的な活動もそうだし、まあ我々だったらまあ論文って形もそうだし、で、ある一方でそのビジネスを通して、そのちょっとこうなんだろう、フィルターを通して広く伝えるってこともそうだし、いろんな意味でそういったスポーツやってた人間が一市民として生活していく上での気づきっていうのは何らかの形でもっともっと広がっていかなきゃ、広げていかなきゃいけないなとは、それは、そういうふうに思ってます、僕は。うん、今、指つって。なんでやねん。なんでだよ。なんでだよ。超いい話聞いてんのに、指つって。運動しなさすぎやろ、指つって。運動不足でしょ、それ完全に。でも今ね、カートライツとかすごい共感するところって、うん、やっぱりその、なんだろうね。俺が一番スポーツの問題だなと思ってるのは、さっきカートも本当言ってたと思うんだけど、うん、その競技をやってた人が一般のところになっていってっていうところってすごい、ごくごく当たり前のことだと思ってて、うん、で実はそこがすごいなんか隔たりがあるんです、正直思ってるんだよね。うん、部活を通してやってきてるから、うん、結構その嫌な思いをしてる人もたくさんいるんだよね。うんうんうん、で、そうなった時に、じゃあ、いざ、自分がそういうとこから離れたときに、なかなかやっぱりそこのところに戻ってこないと思うんだよね。うんうん、だから結局、大きなこう市場を失ってるというか、その文化によって。うん、だからそういう意味で、まあ、変えていかないといけないなって思ってるところがあって、で、そうすることで、結局、ゆくゆくはさ、その保険とかさ、とかさ、国の予算とかもさ、そこに当たってる、うん、当ててるものがさ、将来的に減っていけばすごいハッピーなわけじゃない、みんなが、うん。だからやっぱりそういうふうに、そもそもスポーツって余暇だから楽しむもんなんだよっていう大前提をもう一回ちゃんと構築し直した方がいいんじゃないのってのはすごい思うから、うん、ある意味そういうところに自分自身は将来的に携わっていきたいってのは思ってる。うん、ああ、そうですね。確かに。ちょっと聞いてて、まあ、これも昔ドイツにいたから、わかるかもしれないんだけどさ、うん、ドイツのスポーツって別に引退なんていう概念はないわけやんか。でも部活動引退みたいな形で、うん、その3年間はきつい
強い弱いは別にしても、まあなんかそれなりに厳しい上下関係があったりとか、うん、試合に出る出れないがあったりとか、高校生の授業以外の大部分を捧げてやるっていうのが、うん、確かにマイナスに働く。まあ我々はそれを大学まで続けてるから、ある種その、そうそう。それがいい方に移ったりするとは思うけどね。そう、間違いなく。うんうん、いいとこも絶対ある、うん。そうじゃない人も一部でいるっていうのはもう、うん、もう疲れたと、うん。もういいってなっちゃう人もまあ確かに出るよね。そう。それはもしかしたらドイツとかじゃないから、うん、そういうのは基本的に。そうそう。なんか、お互いにいいものが絶対あると思ってて、そう、うん、学校でできるからこそ、広くいろんな人ができるし、うん、ある一定レベルの質の指導を受けられるから、うん、みんなこう、なんだろう。変なことは教えられないわけじゃない。学校だからっていう。うんうん、まあ、とんでもない先生がいたらまた話は別だけど、うん、あの、まあ、ある一定レベルのものは全員が享受できるシステムがあるっていうのは、この日本の強みだと思うんだけど、うん、一方で、全部が学校で完結しちゃうから、うん、コミュニティが一つになっちゃうっていう問題点もあるのかなと思ってて、うん、ドイツにいた時は、その学校では別になんかスポーツってそんなにしないわけじゃない。うん、まあ、体育の授業はあるけどね。うん、あるけど、あの、ある意味そのサッカーやりますとか、ハンドボールやりますとか、体操やりますとか、全部こうクラブ文化で、うんうん、学校っていうコミュニティがあって、サッカーっていうコミュニティでは、あの、いろんな人たちがまた集まるし、いろんな人種も集まるしっていうところがあるから、なんかすごいこう、いろんな軸ができていくっていうメリットあるのかなと思うから、まあなんか本当、なんだろうね、いいとこ取りしていければ本当すごいのになと、まあ、勝手ながら思ってるけどね。まあ、これをやっていくのは大変なんだろうけど。うん、難しさはあるけどね、やっぱりその社会資本としてみんながそのスポーツに、その、なんだろう、その、特にお金を たくさんペイしなくてもスポーツに参加できるっていう環境も必要だし。そうそうそう。一方で、その、学校とかって特定のその地域的な括りを超えた中でのスポーツ あのコミュニティも必要だし。うんうん、なんかそういったあの、まあ、理想論っぽく聞こえるかもしれないけど、やっぱね、そういうことは、まあ、草の根でもいいからやっていかないとね、実績進んでいかないと進まないからね。そうだね。うん、まあ本当ね、ただのね、本当理想論なんだけど、あの、本当にやっていきたいなと思ってる。そうそうそう。個人はそういう意味ではずっと行政にもかかって、ある種の仕組み作りの後ろをやってた人間だからこそ、うんうん、タッチできる可能性はあるよね。うん、まあね、やっていきたいなと思うよね。だからもともといた独立行政法人はさ、別に政策作る側ではなかったから、うん、やる側やる側だからさ、うん、ある意味その作る側にこう、ね、関わっていきたいっていうのは思いとしてはあるかなっていう。いやー、そうね。いや、すごくね、いい話をまたね、聞かせてもらって。あの、あ、今回の話、特に最後のやつ4とかも、あの、もう、やっぱり共感味が高いよね、僕にとっては、ね。うん、ちょっとこの終わった後に少しだけ話したいなと思うんですけど。もちろん、もちろん。はい。いや、あの、本当に、あの、これまでの人もそうですけど、やっぱりいろいろこう強い、まあ、経験をもとにした思いが、あの、あって、それをこう、あの、行動力を伴って実行していくっていうふうに方向にね、こう、駆け抜けてる感じが、あの、非常にいいなと思って話を聞かせてもらいました。面白かったよ。ぜひまたね。役に立ててれば。何年後かに来てもらって話を聞いていきたいっていう。そうなんでもない方向に行ってたらごめんなさい。いや、それは、それも含めてね。うん。いや、本当に非常に楽しい話をどうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。楽しかったです。はい。ということで、本編この辺りなんですけども、最後にお願いがあります。皆さんに、このラジオを聞いてる人、登録をしてください。高評価をしてくれると嬉しいです。あの、ポッドキャストだけじゃなくて、YouTube でも配信をしてますので、あの、自分のライフスタイルに合って、あの、聞いてもらえると非常にいいかなと思います。聞いてもらってる、あの、内容は、まあ、これまで23回目以降、かなり濃密な話をできてると思います。今日みたいな、人もいれば、海外に、フランスに行って生活してますっていう人もいるし、あの、PhD 取得者とかもたくさんいたりしますので、あの、特殊なラジオだと思いますけども、ぜひ聞いてもらえると嬉しいです。布教活動よろしくお願いします。はい。ということで、今日は第81回ですね。81回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。エンボスラジオ。